今年の3月に関川村で開かれたイベント、みんなが健康で元気であってほしいなっていうのを願ってアマビエを食べます、はい、新型コロナウイルスの収束を願ってアマビエの和菓子を販売していたのは山下小代子さんです。誰のところにも必ず幸せが来るようにっていう願いを込めてるので、和菓子を製造販売する山下さんは胎内市にあるカフェ工房豆の店主です。山下さんは6年前にランチを中心に営業するこの小さなカフェをオープンしました。店の一番人気は玉ねぎ半分ほどを使ったチーズハンバーグ。玉ねぎってすごく体にいいし、血行良くするじゃないですか。だからできるだけいろんなメニューに玉ねぎを使ってます。山下さんは店の特徴がランチプレートの中にあると話します。母の野菜が6割から7割は占めてますし、店で使う野菜の7割ほどが母親が育てた野菜。休日に山下さんが案内してくれたのは中条駅の近くにある店から車で30分ほど奥胎内へ向かった山間部です。ありがとう、はい、畑で作業していたのは山下さんの84歳の母親赤妻聖さんです。聖さんは畑が雪で覆われる季節以外は玉ねぎやじゃがいも、ナスにトマト、ニンニクなど店で使う様々な野菜を育てています。キャベツは大きくずっしり、その分収穫は大変なのですが、84歳の聖さんは畑仕事のすべてを一人でこなします。朝早く起きてね、ああ今日も頑張ろうっていう、娘のために頑張ろうって、それだけです。母の野菜があるので、じゃあこの食材を無駄にしないようにするにはどうしたらいいんだろうっていうことからいろんな料理を作ってるので、店のために野菜を作ると話す母親と、母親の野菜を大切に使う店を開いたと話す娘。野菜が先か店が先かは迷宮入りですが、お互いを思う親子の愛情に間違いありません。しかし山あいの畑にはその愛情を妬む存在も。全部猿食べていった、ほら猫ばっかりにしていった。玉ねぎを猿食べて、ほら猿やったんです。愛情たっぷりの野菜は猿に食べられてしまうことも。それでも生さんは春から秋にかけてほぼ毎日畑で野菜と向き合います。美味しい野菜取ってやれたりね。え、なんでなんですか。うん、美味しかった、柔らかかったで言ってもらうと嬉しいから。午前8時のカフェ工房豆。おはよう。おはようございます。ありがとう、すごい。聖さんは店を営業する朝に新鮮な野菜を届けています。4時半に起きて山下さんは母親が持ってきてくれた野菜を見てランチのメニューを考えることもあるのだとか。母の野菜を美味しく作って味わっていただきたいなと思いまして、料理のメニューが決まります。店に飾る花はすべて生産が育てています。でその季節の花を楽しみにしている方も多いんですよ。開店前に山下さんが料理を始めると、聖さんはカウンターから娘の調理姿を眺めます。野菜届けに来てはしばらく起こしてですね、見ていますね。料理してるとこ見てるだけでなんか楽しいんです山下さんが料理をするようになったのは中学生の頃。当時縫製工場で働いていた母親に代わり夕飯の支度をしたのが始まりです。家族が美味しいねって言ってくれるのがすごく楽しくて、カフェで提供するランチはどれも野菜が多めです。母の野菜を無駄にせずに
できるだけ使いたいですね。花がお客さんを出迎えて、ランチを食べたお客さんは、美味しいです、新鮮、ツヤツヤ、生き生きお料理をいただくと、なんていうのかな、気持ちがほっこり温かくなります。ランチのメニューは季節の野菜によって変わりますが、生さんの手作りこんにゃくを楽しみにしているお客さんも、手作りのこんにゃくで美味しい。ランチのことを何も言わずにこんにゃく美味しかったっていう方が結構いらっしゃるので、こんにゃくに負けたなっていう思いがあります。それほどこのこんにゃく美味しいんですか？美味しいですね。豆にこだわったコーヒーと季節の手作りデザートは、山下さんの娘あやさんが担当。あやさんから見た母親とおばあちゃんは、すごい仲良しですね。店は午後4時閉店ですが、明かりは消えません。厨房で山下さんが作っていたのは、テイクアウトも可能な季節を先取りした和菓子のデザートです。ずっと和菓子の開発をしてました。和菓子を製造する会社で商品開発をしていた山下さん、みかんの上生菓子には遊び心が。抜けるみかんを喜んでくださるので細工してます。喜んでくださる顔を想像すると楽しいですね。店の名前豆にはこんな意味が隠れています。母も野菜を豆に作ってくださいますし、それを私が豆にいろんなものを手作りしてるんですね。それを皆様に味わっていただきたくって、豆な家族が協力してお客さんを思い営業する小さなカフェ。娘ぬせしてるから頑張って助けろと思うかな。母のおかげで店は成り立ってるようなものなので、これからも元気で頑張ってほしいなと思います。母が娘を思い、娘は母を思って、ここは優しい野菜の味が自慢の店です。